挨拶の MVP を決めます。相手が気持ちよくなる挨拶を目指す取り組みが山形市の小学校で始まりました。相手が気持ちよくなる挨拶コンクールを始めます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。山形市立第九小学校で始まった挨拶の独特な取り組みは、児童同士の積極的な交流を図ろうと PTA がコロナ禍にあった去年から実施しています。4回目となる今回のコンクールは今月15日まで行われ、各クラス2人が挨拶 MVP に選ばれます。こんにちは。どんなことを意識したら相手が気持ちよくなると思う？元気に。朝はやっぱりなんか眠たいとかそういう気持ちもたまにあるから。元気に挨拶されたら嬉しいです。おはようございます。で、この挨拶によって子どもたちと子どもたちが交流を持ちたりだとか、お互いに高め合う、そんなのができたらいいなっていうことも考えました。はい。また3回連続で挨拶 MVP を獲得している児童にその極意を聞きました。自分が気持ちよくなる挨拶を相手にすることで、相手からも笑顔で挨拶をされることが多いので、目を見てくれてもらうとすごい嬉しい気持ちになります。こんにちは。挨拶 MVP は児童同士による投票などで決められ、22日の終業式で表彰されます。